信号場とは、鉄道路線において分岐器や信号設備が設けられていて、運転扱いは行われるが、旅客や貨物の取り扱いを行わない停車場である。事業者によっては、信号所やその他の名称が付されていることもあるが、日本の放棄場の正式名称は、信号場である。岩木信号場。列車交換のためのもの。駅施設がなく、部分的に線路が、 伏線になっている。美は島分岐点付近の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成信号上では、停車場として校内には分岐器や、信号設備が設けられて、運転扱いが行われるが、原則として、旅客の乗降を取り扱わない。日本では、鉄道に関する、技術上の基準を定める、省令、 第2条第8号で、もっぱら列車の行き違いまたは待ち合わせを行うために、使用される場所を言う、と規定している。乗降を扱う駅ではなく信号場として設置される、理由としては、隣駅に近すぎること、利用客が見込めないこと、用地が不足すること、または、その他の運転場の理由があることなどがある。国鉄においては、貨物扱いのある信号場や、 仮上降場を兼ねることで旅客の乗降を扱った信号場も存在した。その多くは1987年4月1日の JR 発足とともに駅に格上げされた。最初から信号場として設置されてそのまま存続している場所のほか、旅客扱いを開始して信号場から駅に変更されるもの、逆に旅客、貨物扱いを廃止して駅から信号場に、 変更される例も存在する。前者は、和歌山線五移動信号場や、東京メトロ東西線下見店信号所などで、この場合は、沿線宅地下による地元からの要望によるものが多い。また、後者は、赤昌線風駅や東海道本線貨物線、梅田駅などで、この場合は過疎化の進行により、利用者がほぼ皆無となったことや国鉄末期の、 貨物縮小によるものが多い。国鉄、JR の信号場はそのほとんどが在来線区間に位置しており、新幹線の信号場は6つのみである。信号場が設置される類型としては、主に次のものが挙げられるが、複数の類型が複合しているもの、スイッチバック構造となっているものも存在する。線路の分岐点に設けられるもの、単線区間において、 列車交換のために設けられるもの。列車追い抜き機能を持つ場合もある。単線区間と複線区間、及び複線区間と複複線区間の接点に設けられるもの。複線区間において、列車の追い抜きのために設けられるもの。単線区間であり、単線自動閉塞方式以外の閉塞方式の場合において、閉塞の境界を作るために設けられるもの。複線区間において、 信号場内の未単線になっているもの。列車留置並びに、列車折り返しのため。その他クルンテープ駅構内と本線区間の境界として、同駅の第二出発信号機のある位置に、下り線にのみ設けられている。あくまでクルンテープ駅構内の一部にあたり、厳密には、信号所と分類できる存在である。北本線のクルンテープピスサヌロー区間は、 単線内市三線並列方式による CTC であるのに対し、クルンテープ駅構内の信号扱いは手動のため信号方式の境界として設けられている。クルンテープ駅を発車した下り列車はこの位置で CTC 区間に乗り入れるための更新を行う。上り列車に対しては通常通りに場内信号を設けている。大国鉄では 駅の定義が日本とは異なっており、旅客営業を行わない交換可能箇所や分岐点も登記上は駅としての扱いを受けるため、公式には信号上は存在しない。ありがとうございます。